はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大志の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ちょっとですね、北畠にうまく攻め込めないなと思ったら、ここなんですよ。ここが微妙につながっていないことが分かって、北畠領伊賀上野城に攻め込めないことが分かりました。なのでちょっと今回はまず攻め込むためのルートとして、足利将軍家と同盟を結びんでしまいたいというふうに思います。で、秀吉を送りましょう。上昇が20あるので秀吉を送って、で、せっかくなんで、今後のために同盟をね、ちょっといろいろ見直しておきたいと思います。まずは一つは武田ね、信玄もまあどうだろうな、同盟可能な60ぐらいまで頑張って上げていきましょうか。これは定勝にお願いしましょう。かしこまりました。で、他はそうだな、どっかあるかというと、まずはいいかな、上杉とはいきなりバトることはないので、まあこんなもんでいいでしょう。じゃあこれで進めていきましょう。吉本ですね、朝廷にも幕府にも頼ることはない。これ独立独歩の志持ってるからかな。おっと、将軍家とバトルするのか。なるほど、これはどっちに味方するか。これは足利将軍家についておこう。いや、いきなり吉本が、うん、ちょっと待ってくださいね。これ吉本が軍を集めてるのは4万の大軍だ。4万の大軍で上洛戦開始するの、マジか。いや、ちょっとこれ驚きだな。そうか、これ伊勢を押さえてるんで、海路で渡って京に入洛する作戦だな。これ万が一吉本が上洛成功したりするとちょっとめんどくさいことになるな。ちょっとね、驚きはありますが、表情まずはこなしていきましょう。利光の方からは軍事40、これ採用だな。で、秀吉もいいね、農業33、商業15、伊達天ついてるしね。で、成政もいいね、軍事27。いや、この辺りは本当に優秀だわ、みんな。さすがに武将が粒ぞろいですね。で、長宗我部沖手将、そうすると今やりたいのは、そうだな、特段ないといえばないけど、足軽をね、強化していきたいっていう意味で言うと、利関係この辺りやっていきたいな。戦が122、軍事が122、論議が60必要ですね。よし、じゃあこれをちょっと重点的に貯めていきましょう。まあ、今回は何もせずになので進んでいっちゃいます。で、吉本は近江に兵を進めるつもり。マジか、厄介だな。幕府こそ武家の棟梁ということになってますけど、これ征伐が発動して3万6000の大軍になってるな、足利軍も。で、吉本の方は4万2000の軍か。で、その足利より交渉の申し出、これは援軍の要請かなと思ったら、通商協定の締結ですね。これは何にもないので、無条件で受け入れましょう。で、4万の吉本軍、今川軍と3万6000の足利軍か。これすごいメンバーだな。ちなみに足利軍の方は北畠はじめ、
相当な軍勢が入ってるな。長政も入ってますね。義輝、藤高、この辺りはさすがに強いですね。赤井も入ってるね。松永久秀、そうそうたるメンバーだな。で一方の吉本軍、今川軍の方はというと、まあ、吉本はじめ強いね。まあ、吉本もね防御91ありますからね。で酒井忠次、あ、斎藤義達はここで働かせてもらってんだね。で受刑に、で家康、いやーすごいメンバー同士の戦いになってますけど、まあ、ここは静観しましょう我々は。で早速新章が目標値に達成したね。早いね。報告いたします。そしたらまずは商業で進出で観音寺証券に進出しちゃったいけど金がないか。金がないね。ちょっとお金を貯めないとダメだな。進出すらできなくなっている。まそれは置いといて交渉しましょう。足利とは同盟を24ヶ月で結んじゃいましょう。かしこまった。でその上でだ、親善ではなく同盟を結んだ以上はここで初めて出兵ができるんで、まずは亀山城に迫れる場所となると水口まで軍を進めましょう。でこのまま一気にひねりつぶしたいんで軍勢は動員できるだけ動員する。でカズマス隊は刑事がついてるね。心強いですね。で丹羽隊、長近が犬山城の城主で、犬山城に他戦える武将いなかったんで丹羽長秀を移しました、犬山に。で成政、利光も優秀ですからね。で稲葉隊、稲葉隊も強いですからね。吉成か、吉成のところもうちょっと兵上げたかったな。郡上八幡、郡上八幡は今後強くしていくポイントになりそうですね。で鳴海城、以上ですね。そうそうたるメンバーだ。一気に北畠を攻略していきましょう。で足利軍と今川軍が激突か。どうなる。で義輝自ら奮闘、今川との決戦に勝利。よし、今川がこれで弱体してくれればね、ちょっとでも。で義輝、その足利軍とは同盟を結んだのでこれで信長の方も晴れて伊賀上野に進行できますね。俺に続け。報告いたします。先月の終始でございます。ご命令を。まずはお金はどんくらいある。968しかないのか。費用度が低いところに火巻きをしていきましょう。40ってのがどっかになかった。あ、名古屋が40だね。じゃあここ火巻きして、54の鳴海も火巻きしましょう。よし、これでいいかな。でお金は968しかないんで、とりあえずこのまま進めて、伊賀上野をはじめ北畠を打ち破ったらちょっとねお金を貯めていきましょうか。これで2万対2万の大軍勢同士の決戦になりますね。本陣切り込みね、半兵衛の言うことは聞いておこう。問題は切り込み隊を誰にするかですね。切り込み隊は
勝家か、申し分ないですね。まあ、まずは足並みを揃えていきましょう。こっちはね、どいつもこいつも化け物みたいなやつばっか揃ってるんで、本当にそうそうたるメンバー揃ってるよな。となると勝家は本陣突撃なんで、突撃態勢に入りましょう。信長の横もしっかり守らせましょう。よし、これで本陣切り込み隊の勝家が突撃を開始するね。成政が奇襲攻撃を受けてるか。これは成政の方にしっかり向いてあげた方がいいのか。ただ所詮 C と B だろう。だったらこっちは稲葉隊をぶつけて救援に向かわせましょう。岩隊も突撃を敢行。よし、こんなところかな。茎吉高隊が本陣の守りについてるからな。でここで刑事の歌舞伎物発動。切り込め、やりたい、前へ。まあ陣をいくつか渡すのは全然構わないんで、とはいえ渡したくない気もするんで守りには入りましょう。で鉄砲を打ちかけておいて信長は壊滅させましょう。ここで敵を、よし、これでいいな。できるだけね、味方のダメージは少なく。奥義一戦使ってきたの誰？成政が何できる今。突撃ができるなら突撃で仕留めよう。陣を一つ奪われるな。まあ、陣一つ奪われたところで何するものぞというところではありますけどね、今となっては。
よし、これで本陣、智則の本陣を回想させた。このまま仕留めきれれば合戦が終わる。これで終わるな。2万の軍勢が残ってれば北畠領を席巻できますね。そしたら兵糧の消耗が激しいので、ここは一気に力攻めにしましょう。で、六角にガモ、三雲、吉田、貞雄は逃がしたかというか、投与できないか。貞雄は欲しいんで逃がしましょう。で、連戦も可能ですからね。続いては御所に攻め入りましょう。智則の息の根を止める。追撃戦だ。報告いたします。これより表情を。表情だな。表情は軍事と論議を上げたいんだけど、つねちゃんはやっぱりいいね、いつも。で、秀隆もいいこと言うけど、信長がいまいちだな。ここは再考させよう。だ、下がっちゃったな。秀隆はいいね、やっぱ。論議と軍事のある遠山、信長の商業31も捨てがたいね。原因もいいけど、常ちゃんが農業が24か、軍事が欲しいんで、ここは遠山にしましょう。そうするとできるようにはならないよな。利関係はまだまだ遠いね。論議が21か、60まで必要なんで、もうちょっと必要ですね。で、堀直政はじめ何人か入ってるね。津田秀政、和豊が入ってるね。ここで和豊が、まあでもこうやって見ると和豊も至って普通の能力だよな。まあ雇っていきましょう。全員ポケット戦国と違くて多い分には全然構わないですからね。じゃあ信長がここは力攻めで御所攻めを行いましょう。で、商業で金がないからいけないんだよな。進出ができないっていうね。しょうがない。ここは配属で人を入れておきましょう。とりあえず伊賀上野城に。で、どっから人を入れるかだけど、まあ清須から津田、あと秀隆を入れとこうかな。まあ秀隆だったらそれなりにこなしてくれるでしょう。どっちもできるかなって感じですよね。戦もできるし、まあ政治の方もそれなりにって感じかな。一人たりとも逃すな。よし、御所も落とした。そのまま松ヶ島城へ、さらに敵を追い込んでいきましょう。で、兵糧16,900、織田家に譲渡。兵糧は欲しいけど、今は北畠を息の根を止める方が先だ。で、そうすると
とお金がないんで、まずは配属で御所に、そうだな、次は岐阜あたりから出すしかないよね。岐阜も人いっぱいいるからね。岐阜からは戦闘もできるのは利家は出したくないよな。牛一に任せよう。牛一に小六、あとは安藤に稲葉、いや美の三人衆は一緒にしない方がいいな。横山つけときゃいいか。それに久野だ。でお金がないのはなんで。マイナス2001毎月。そうするとちょっと足軽兵を削らなきゃいけないのかな。まあいずれにしても今は北畠の松ヶ島を攻略してから考えよう。よし、貞男が来たな。ここはひねり潰そう。で鳥羽城まで一気に攻略できますね。そう、何度戦おうと同じこと。動いてこないうちに蹴りをつけたいですよね。観音寺から出てる利光の6000もでかいよな。よし、うまくすり抜けてくれたね勝井は。目指すは友則の本陣だ。きっちり勝家は仕事するね、いつも。そしたら本陣を狙ってもらおう。よし、このまま一気に押し切ろう。勝利をつかむ。おどし、お聞きくだされ。おどし、お聞きくだされ。我が策、ご覧ください。この策で敵を欺か。ご命令ください。始めるぞ。
道盛の本陣を瓦解させられれば終わるこの戦いは。よし、改装させたね。味方はまだ1万7000の軍勢が残ってるね。これだったら鳥羽城まで一気に攻略できるな。あとは兵糧だけだな。さて、北畑に引導を渡しに行こう。そうなんだよね、金がね全然ないね。いやー、ちょっと金がなさすぎるからなんか考えた方がいいな本当に。とりあえずそれもこれも全てはこの戦いが終わってからだな。で配属で松ヶ島にどっから入れる？岐阜からだな。岐阜に入ってる武将を誰か入れよう。こここそ何美の三人衆入れる？一徹、森綱、宇治江、この3人で回してもらいましょう。よし、鳥羽城も落としたね。まあ基本は、おお、名古屋ここに仕官してたのか。まあ、名古屋は処刑だな。一度裏切った身ですからね。あとは久喜義隆は使えるね。武勇高い。貞雄も使えるね。北畠は逃がしてやろう。北畠は逃がす。で、名古屋は一度出奔してるからね。処刑だな。はい、というところで、北畠領電光石火の進行戦お届けしました。あとはちょっとね驚いたのが、今川が足利軍に将軍家にね合戦仕掛けるっていうのはびっくりしましたけど、まあ、ここは今川勢に対抗するために北畠を一気に叩き潰しましたよね。この後どういう戦略を練るかっていうのはちょっと検討しながらまたゲームの方を進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。